どうも、ハルカッツです。皆さん、スマッシュブラザーズって知っていますか？任天堂の対戦アクションゲームですよね。そこで今回はスマッシュブラザーズにポケモンのプリンがいる理由について話していきたいと思います。では関係ないけど、最近あのマイクのこのあの蛇みたいなやつあるじゃないですか。これお世話になってる方にいただいたんですけど、めっちゃ録音しやすいっていうお話でした。どうやけどよかったら最後まで聞いてってください。スマッシュブラザーズにプリンがいる理由が衝撃的すぎた。スマブラのファイターといえば、マリオやリンクなど、任天堂のゲームの代表的なキャラクターがいますよね。ポケモン枠では人気の月光がミュウツー、ピカチュウ、御三家を使うトレーナー、ガオガエン、ルカリオ、ピチュウがいますが、その中でプリンも混ざっています。ちなみにプリンはスマブラの初代から登場しています。大人気ってわけでもないのになぜプリンがいるのでしょうか？そこにはある理由がありました。最初のスマブラが発売されたのは今から約21年前、ゲーム機が64だった頃です。当時のスマブラのソフトは今よりも容量がなく、また開発期間がそう長くなかったそうです。ポケモンからはピカチュウがファイターとして決まっていましたが、もう一体ファイターを出したいということで、隠しキャラとしてプリンが選ばれました。隠しキャラとは、ある条件を満たすと発生するチャレンジマッチを勝つことで使用できるようになるキャラクターです。プリンが選ばれた理由は、ちょっとこれびっくりするんですけど、カービィと似てるから。え？ってなりますよね。いや、確かにピンクで丸いかで似てるけど、容量の問題と開発期間の短さから、プリンならカービィと似てるから、カービィの動きなどを使い回せばいけるという理由でプリンになったそうです。いや、まあ確かにそうですよね。ピカチュウともう一体何ってなったら、絶対リザードンとかミュウツーとかになりますよね。これを聞いてる方もお世辞抜きで次はプリンにはならないはずです。あと、もう一つ採用された理由があって、プリンがやられ役っぽいという意味わかんない理由があるみたいです。そのせいで初代では意図的に弱いキャラとして作られたそうです。すぐぶっ飛びますもんね。とは、こんな感じでスマブラにプリンがいる理由でした。プリンドンマイ。ちょっとの行動が面白いと思ったらチャンネル登録や、そして高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。